皆さん、こんにちは。たさかやナイスです。マインクラフト、やっていきましょう。今回はね、ウーパールーパーのイケスを作っていくわけなんですが、その前に模様をね、変えていきたいと思います。今回はこの前回撮ってきた韓国風の装飾にしていきたいと思います。韓国だったらね、まあ、牢屋の城じゃない?鉄格子の城じゃないかなって思いますが、多分ね、統合版の時も白にした気がします。韓国風の装飾はディープスレート?ディープスレートだと思いますが、深層岩か深層岩の丸石かどっちでしょうね。深層岩の丸石で韓国風の装飾を複製していきます。はい、ではいつものように、家事台へやってきまして、韓国風の装飾、そして装備ですね。装備と、鉄インゴットで白い、あ、待って、鉄インゴットじゃねえな。白にできるものってね、鉄インゴット以外にもう一つありましてね、ネザークォーツがあるので、まあ、どれくらい色が変わるのかは知りませんが、こちらはね、ネザークォーツでやっていきたいと思います。今日バチクソに眠いので、結構ね、舌回ってないのと、多分言葉があんま出てこないんですけど、まあ、あんまり気にしないでください。ということでやっていきましょう。家事テンプレート、装備、ネザークォーツを置くことで、これでね、韓国風の装飾、ネザークォーツ製装飾ということで強化していきまーす。せい!はい、ということで全身作りましたので、これを全部装備していきまーす。こんな感じになりました。韓国ですか、これ。韓国っぽいですか?よくわかりません。どこがどう韓国なのか、アイスさんにはよくわかりませんが、なんかさ、これ胸の模様動いてない?気のせい?え、すげえ、これ胸の模様動くんだ。え、動いてますよね、これ。あれ、アイスさんの見間違いじゃない、いや、見間違いか、これ。この脇の部分がなんか前に出たり、下がったりするんですね、これ多分。ということで、しばらくはこれでやっていきたいと思います。で、ウーパールーパーのイケスを作るために、ここにね、土地を作っておいたんですが、まあ、ウーパールーパーのイケスというより、あれですね、ウーパールーパーの繁殖施設ですね。繁殖施設って言っても、まあ、そんなね、難しいものじゃなくて、統合版の時に作っていたような簡単なね、施設を作れればいいかなと思っています。こっちの世界ではね、海底神殿のブロック全然ないんですよね。アイスさんが海底神殿を解体していないがために全然ないんですよ。じゃあ今回はね、あんまり使ってないこちら、磨かれた深層岩、ディープスレートですね。こちら使っていきますか。ディープスレートって、石レンガ、深層岩のタイル、模様入りの深層、あ、模様入りの深層岩いいんじゃないですか。模様入りの深層岩使いましょうよ。模様入りの深層岩を作ってきましたので、まあ、これくらいあったら足りない気がするけど、まあ、いいや。とりあえず一旦作っていきましょう。だいたい規格があんまりちゃんとは数えてないんですが、まあ、ちょうどいい規格にはなっているはずなので、二段ずつね、壁を立っていきます。はい、こんな感じにね、壁を立てました。で、これをね、区切っていくわけなんですが、区切ってから水を張るととてもめんどくさいなと思うので、区切る前にね、ここを全部水にしちゃいましょう。水をこの2辺に流すことで、これね、全部プールになりますので、まあ、これでね、一気にプールにしていってから区分けしていきまーす。はい、ということでこんな感じでぐわーっと全部プールになっていって、全部プールになりましたと。で、アイスさんは出られなくなりましたと。では、この空間ね、区切っていきます。2×2 の空間が一つですね。ここがウーパールーパーの繁殖施設一区画ってことですね。ということで、こんな感じで適当に区切っていったら多分ちょうど良くなるはず。横がまずこれ3つできる感じになっておりまして、縦はね、いくつできるかわかんないんですけど、まあ、ちょうどいい数にはなっているはずです。はい、こんな感じで、区分けができましたら、ここもね、全部2段の壁にしていきまーす。はい、こんな感じになりました。とてつもなくまがまがしいですが、まあ、こんな感じになりましたと。こっからね、出入り用のはしごをつけていきます。今回、出入りのしやすさを重視してね、結構ね、たくさんはしごつけたいと思っています。なので、いっぱいはしごをつけていきたいと思います。はい、外側ね、一周ぐるーっとつけてきました。で、内側もね、これ、可能な限り全部つけたいと思います。あー、そっか、全部置きたいけど、内側は全部置けないのか。こっち側にはしごがついてると、ここにははしご置けないんですよね。内側ね、全部つけれないということで、こっち側、こっち向きにつけていきましょうかね。多分、こっち向きの移動が一番多くなると思うので、こっち側のね、両方につけていくという感じでやっていきたいと思います。すべてのはしごをつけ終えました。ではね、前々回撮ってきました、こちら、ウーパールーパーですね。これ、一匹子供が混じってるはずなんですが、まあ、気にせずね、適当に巻いていきましょう。えいや、そいやと。あ、いましたね。子供はね、ちょっとまだ繁殖できないので、もらっていきたい。ちょっと、動き回りすぎ、お前ら。お前ら、動き回りすぎ。ほら、オッケー。子供はね、ちょっと確保しておいて、別でね、これ、まあ、育つの待ちましょう。大人2匹ぶち込みまして、こっちにもね、大人2匹ぶち込みまして、だ、これでね、繁殖させていけば、まあ、いつか青に生まれるのかな、みたいな。なんだっけ、これさ、統合版の時に計算したんですけど、えげつない数字出たんですよね。200万とかだったかな。試行回数が200万とかじゃなかったかな。今回、ウーパールーパーを繁殖させるためにね、こちら、熱帯魚入りバケツ。熱帯魚ね、たくさん取ってきております。熱帯魚をね、取ったら、これかな、農業のところだと思うんですが、どれだ?これか、戦術的漁業。魚を捕まえる釣り竿なしでというのを
クリアしております。こちらはね、熱帯魚を持ちまして、熱帯魚はね、ミスる可能性があるので、ちょっと多めに持っておいて、これでウーパールーパーを繁殖させていきたいと思います。せいやと、せいやと、もう一匹にせいやと与えることで、さあ、これでウーパールーパーが生まれるんですが、青色のウーパールーパーが1200分の1で生まれないんですね。はい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 。日常風景ですね。始まりましたね。統合版の時はね、青ウーパー生み出せなかったんですよね。マジで、マジで悲しい。ということで、さあ、ウーパールーパーが生まれて、黄色でしたね、残念。今回はね、動画内とか特に気にせず、ガンガン繁殖させようと思っているので、青いウーパーが生まれた時は、まあ、動画で報告という形にしようかなと思っております。が、まあ、生まれるかどうかは知りません。1200分の1なんてね、そうそう引けるものではないので、最後に、湧き潰しちゃんとしておきましょうね。こんな感じで適当に穴を開けて、ここにジャックオランタンを適当に配置しまして、まあ、こんな、まあ、なんでもいいんですけどね、松明でもなんでもいいんですけど、まあ、適当にね、湧き潰しはちゃんとしておきましょう。これでね、湧き潰しもできましたので、これで完成ですね。完成したわけなんですけど、動画の時間ちょっと短いと思うので、このね、スニッファーの牧場を別でね、大きいのを作りたいと思います。はい、これぐらいの土地をね、ガーッと2段掘りまして、まあ、これね、全部ね、スニッファーの牧場にしていきたいと思います。こんなに使って土地大丈夫なの？土地贅沢に使いすぎじゃないの？って思ったそこのあなた、大正解です。ちょっと無駄にしすぎたかもしれません。では、線路ですね。線路を使うので、線路がたくさん欲しいですね。線路がたくさん欲しいけどさ、レッドストーン全然ないぞ。ここにね、レールをガーッと敷いていくわけなんですが、ここが多分柵になるので、一個内側にレール敷けば多分良さそうですね。レールを敷き終わったところなんですが、これだとね、まだパワードレールにパワーを供給できてなくて、しかもね、レッドストーンが全然ないということが判明したので、末端はとりあえずレバーでいいじゃないですか。まあ、こっちもレバーでよくて、で、一応ここ周りは一旦石で囲いまして、ここを2マス掘りまして、下にレバーを置きます。下にレバーを置いて、レバーをオン。で、この上に石を置いて、これでパワードレール置くと、あ、これダメなんだ。これレッドストーンブロック1個ってこれどこまで電波します？これ、パワードレール。パワードレール、これがどこまで電波するか次第なんですが、パワードレール、あ、やっぱ横ダメですよね。横ダメか。ここを2マス掘りまして、ここにトーチを置いての、石のパワードレールだった。多分これオンになりますよね。そうですよね。こんな感じで動力を仕込んでいきますか。はい、ということで動力の仕込みが終わりました。これでホッパー付きトロッコを流せばちゃんと回収してくれるはずです。まあ、さすがに5分あった。たら一周しますよね。続きましてはですね、スニッファーが落とすこの種もういらないのでね、まあ、そのまま放棄してもいいんですけど、骨粉になるので今ねもう骨粉にしてたんですよね。これ骨粉にするこの機構再利用していきたいと思います。はい、ここにマスね壊しまして、まあ、ここで回収するって感じで、まあ、チェストにつなげて、でチェストからねホッパーコンポスターホッパーチェストつなげまして、これでね自動で骨粉にしてくれるので、今までコンポスター2つ繋げてたんですけど、こいつはね実際そんなに大量に出さないなということに気づいたので、今回ねもうコンポスター1でいいかなということでコンポスター1にしました。ホッパーをつなげまして、これでホッパー付きトロッコから回収してくれるという感じで、ここに線路を敷き直しまして、さあこれでね回収機構というか回収して自動骨粉にする機構も完成ですね。ではホッパー付きトロッコを流していきますが、まあ、ちゃんと動くかどうかも確認しつつやっていきたい ところではございますが、まあ、これぐらいの距離だったらやっぱちゃんと動きますね。では、回収機構ができましたので、ここはね、草ブロックで覆っていきたいと思います。ここは出入り口なので、ここは塞がずに、こっからですね、こことこっから、先に縁だけ囲って、柵を先に立てておきましょう。どこがね、縁かわかんなくなるので、先に柵だけ立って、その後内側を埋めていくという形にしましょう。はい、こんな感じで綺麗に埋まりましたと。では、スニッファーをね、移動させていきたいと思います。スニッファーくーんということで、この辺りを適当に破壊しまして、よいしょ、斧でこの辺りの柵を適当に破壊しまして、スニッファーくんを連れていきます。が、スニッファーくんはね、動きが非常に遅いためね、ゆっくり行きます。これ、リードで連れてきた方が早いやつじゃね。あ、待って、湧き潰ししてないや。では、湧き潰しとして適当にね、ジャックオランタンを、この、3マス目ぐらいかな ?3 マス目ぐらいにジャックオランタンを配置していきたいと思います。はい、まあ、これぐらいあればいいでしょう。まあ、ジャックオランタン向きぐっちゃぐちゃですけど、まあ、いいや。ということで、リードでね、スニッファーくんを連れていきたいと思います。はい、スニッファーくんをね、全部入れましたので、まあ、これでね、スニッファーくんものびのびと暮らせるでしょう。あれは裏で解体しておきます。はい、ということで今回はね、ウーパールーパーの養殖場とスニッファーの牧場を拡大してみました。ウーパールーパーに関してはね、裏でいっぱい繁殖させたいと思います。今回はここまでご視聴ありがとうございました。